はい、皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました音と暮らしの時間でございます。はい、お相手私釈と竹尾でお送りします。はい、よろしくお願いします。56分間よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけですけど、前回は何でしたっけ、あのテーマ、なんだっけ、あれだ、ちょっと涼しい感じのテーマでしたよね。何だったっけ、木と風みたいな、なんか、ああ、木陰、そうですね、もう完全に僕ら記憶がもうやばいですね。脳のさっき老化現象の話してましたけど、本当だね、ちょっともう記憶もやばいっていう感じ。木陰と風だったかもしれないね。そんな感じだったけども、なんかまだまだ暑いなと思って。そうですね、まだ続き、まあ9月もうそろそろ入るんですけど、暦的にはね、まあ、ちょっと秋的な本当はところにも突入していくところですけど、まあでも以前よりは夜はそんな暑くなかったりとか、ちょっと涼しく、ちょっと気温見ると29度とか8度とか、ね、まあ、日中は33、4度とかありますけどね、まあ、本土の方だとまあ35度以上とか、ね、38とか、もうこの時期とかそうですよね、もう本土の方が、気温が高くてね。そうですね、まあ、強いて言えば、まあ、向こうの方はちょっと湿度がちょっと低かったりするんで、まあね、沖縄は高めじゃないですか、湿度がきついですね、70超えとか結構普通なんで、まあじとっと暑いですね。そう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 、まあそれであと風があるからなんとかしのげてるっていう状況を、まあ、着さんも自分も外で仕事することがあるから、もう、あ、そうですね、早く涼しくなってほしいなと思って。本当ですね、であれじゃないですか、今日の曲も涼しいのがあればいいんですけど、今日テーマがちょっと暑苦しいじゃないですか。そうです、暑苦しいわけではないですけど、そうかもね、暑苦しいかもしれないですね。まあまあ、はいはい、テーマ、まあテーマ、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと青い春ということでございまして、青い春ですね、まあ、青い春はもう単純に青春をただ、はい、そうですね、そうです、はい、送り仮名を振っただけみたいな、はいはい、そういう青い春なんですけども、はい、まあなんだろう、なんで青い春なんだっけ。なんか飲んでる時に決まってるから、いつも。そうですね、なんかその流れがよく、なんだろう、どういう経緯でこのテーマ選んだのかがちょっと分かんないですけど、もしかしたら僕の話でそうなったんじゃないですか。か、あと甲子園もあったじゃないですか。そうだそうだ、甲子園があった、ね、甲子園もあったから、ちょっと早く終わってしまった、ね、飲みながらなんか話してる時に、あ、じゃあいいんじゃない、青春でみたいな。あ、そうかそうか。でそっからパンパンって決まって、いつもパッと決まりますからね。あ、そうですね、はい、割とそれほとんど違う話ばっかりして、はい、そうですね、だから、テーマさっさと決めて早く飲みに集中したいみたいなところもあって。そうですね、はい、毎回そうしてますけど、うん、まあ、うん、まあそれで青い春っていうことになったんですけど、そうですね、まあ、暑い夏が、はい、まあ、まだ続きますけど、はい、まあ、一応、うん、そこで青春っていうふうなやっぱり言葉になるんで、うん、そういう、うん、まあ、何かしらの、その、なんていうのかな、はい、つながりのある曲とか、思い出のある曲とか、まあ、はい、個人的ななんかやつもありますし、まあ、そういう選曲になると思いますけど、イメージも、まあ、今回、バラバラっすね、もう、もうそうですね、僕も、自分も、はい、バラバラで、まあ、オープニングが、はい、まあ、今、入れてるやつとかも、もう、なんだろう、全くその後、すべて違うジャンルが入ってきますね。あ、はい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 、うん、いいですね、この BGM も、うん、うん、はい、じゃあどうしましょうか。じゃあ1曲目、はい、早速いっちゃいましょうか。もうちょっとベタかもしれないですけど、青春といえばこの人たちかなと思って、はい、あ、はい、なるほど、じゃあこちらです。はい、あのさ、
はい、1曲目お送りしましたけども、はい、結構はい、この、ね、僕らの番組ではなかなか珍しいタイプのというか、あまり書けない感じの、曲なんですけど、まあ、もう知ってる人にはおなじみなんですけど、はい、サニーデイサービスという方たちの、1995年の作品ですね、はい、青春競争曲っていう、もう、タイトルもそのまんまなんですけど、はい、もう、これはサニーデイサービスの東京っていうアルバムに入ってるんですけど、結構もう、青春感バリバリの、なんていうかな、こう、若さとか、こう、なんか切なさみたいのとか、ああいうのがこう、なんだろう、思い出される、結構聞いてたんで、この、そうだね。はい、はい。そうそう。で、さっきチャックさんとも話したけど、結構やっぱり、ハッピーエンドとか、あの辺とかの影響とかもあって、もともと結構好きな音楽性というか、ロックとフォークみたいな感じの作品が多くて、特に、この東京ってアルバムは、もういい曲が、いい曲だらけで、聴きやすい、とにかく。とにかく聴きやすくて、多分こういうところからフォークとか、そういった、まあ、60年代、ね、70年代の、細野晴臣とか、その辺、ハッピーエンドとかに入って いく人も、違和感なくいけるんじゃないかなっていう。そうですよね。何ら遜色ないというか、そう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 、まあ、むしろその時代にあった曲のような気もするし。ポンって間に入ってても全然、違和感はないと思います。なんか、まあ、例えばくるりとかね、はいはい、あの辺また、あの人もまた東京という曲とかもあったりしますしね、なんかいろいろその辺の人たちの音楽っていうのはすごいなんか、結構スッて入ってきますね、タイトルが東京だからか分かる、もうなんか東京の音楽って感じがして最初、そうですね、なんかそういう なんて表現すればいいのかな、こういうちょっとあ、なんだろう、安ュイじゃないけど、なんかこう、なんか独特な切なさみたいな、寂しさみたいなのが含まれてて、まあ、これ青春だなって感じの、そうだね、はい、もう四畳半フォークじゃないけど、そういうなんかね、なんか若いっていう地味な生活というか、その日々というか、そうもがいてる感とか、はい、なんかいい、ね、まあ、なんかこの東京以降でだんだんこう解散とかしたりして、この方たちまた再結成したりとかって、音楽性はちょっと変わってきてるんですけど、まあ個人的にはこの辺 あのサニーデイサービスが一番好きだなっていうところから、はい、選ばせていただきました。はい、はい、分かりました。以上です。はい、いいですね、はい、ちょっと日だまりな感じでいいですね。そうそうそう、そんな感じね、はい、じゃあここで、まあテンション的にはあんまり変わるかな。じゃあちょっととりあえずちょっとこれを聞いてください。
はい、CM 挟みました。はい、聞いていただきました。楽しい曲でしたね。まあ、うん、もうゆるゆるの、はいはい、もう本当にゆるゆるの曲ですけど、あのフレッドモンジュピターっていう曲でございました。まあ、フレッド、あ、金星とフレッドっていう、はいはいはい、まあ、人の名前ですけど、うんうん、でタイ、あ、曲タイトルですね。はいはい、で、まあ曲はあの、うん、作ってるのは D ドラスとその D マリナスっていう方が作ってるんですけど、うん、でアルバム自体はこのルーメアナーシッセンっていう、はい、あの、まあ、ドイツのアーティストなんですけど、でこれは1981年頃 の、 あの、まあ、新生テクノポップとか、うん、まあ、こうニューウェーブ的な、はいはいはい、まあ、そういう路線の人なんですけど、あ、で、まあ、ちょっともうノイエドル、なんだったっけな、ドイどっちベレードありますね、はい、あっち系のもう、はいはいはい、あのもうちょっとへんてこな人たちなんですけど、うんうんうん、まあまあ極者というか、面白い。で実際あの曲としてはあのちょっとライナー・キルバーグっていう人の、うん、あのザ・ラスト・リベンジっていう、うん、これ1982年ぐらいに出たちょっと映画があって、うん、まあ、その曲の、あ、映画の中、うん、まあ、ファンタジー系のやつですけど、はい、まあ、それの中の一曲、あので、まあ若者に向けた曲っていうか、そのやつ、あ、その映画の中で、まあ、そうそうそう、あ、まあ、それもあってちょっとあのちょっと今回あえて、はいはいはい、まあ、無理やり感があるんですけど、ちょっと青春と引っ掛けたみたいなところがあってですね、うんうんうん、でまたあの実際これ PV とかもあるんですけど、はい、すっごい面白い。80年代最初ら辺のもうしょぼくてしょぼくて、あの合成とかが出始めた時ですか。いや合成はさしてない、もう全然してない、あの普通にもう子供が描いたような絵をバックに、うんうん、もうひどい宇宙船に乗って、あ、なんかこう歩いて、あれ段ボールで作った宇宙船みたいな的な、でそこでずっとその歌ってる女子がいるじゃないですか、はいはい、さっきの曲、うん、まあ、だからその人たちがもうゆるゆるでずっと踊ってる、うん、っていうやつで、その本人は、うん、あのもう顔を緑色に塗ってちょっと、まあ、金星から来ましたみたいな、宇宙人みたいな、そんな感じで、まあ、普通にスーツ着てるんですけどね、ただ、うん、それでゆっくりこうただ乗ってる、もうなかなかシュールな、シュールな、うん、まあ、もうへんてこな。その PV で映画とかは全く関係ないですか。あ、全く関係ないですね。あ、この曲は曲の PV として、そうそうそう、なんか面白いです。このバックに流れてるもその人たち、そうそうそう、まあ、このアルバムなんですけどね、面白いですね、まあ、あのそのルーメンアンナーシッセンっていうやつなんですけど、うんうん、まあ、直訳すると花と水仙っていうあのやつなんですけど、はい、面白いですよ。面白い。結構好きです。いや、こういう曲いいですね。ピコピコ系もともと自分もだからニューウェーブ系とかも大好きだし、うんうん、まあ、ロックも多かったんですけど、うん、でやっぱりね、僕らって結構あのヒップホップもそうだけど、うん、ニューウェーブ、あ、じゃないわ、もうテクノポップとか、うんうん、あんなの大好きだから、うんうんうん、やっぱその流れっすね、うんうんうん、確かに何かニューウェーブってあれ何だろう、こう過渡期の音楽って何かこう変わっていく時の音楽でいろいろ実験的なのがね、すごい面白いですよね、うん、なんか、はい、そう来るかみたいな、うん、その組み合わせで来るかみたいな、まあそういうなんかところで、はい、まあ、若さ的なのが自分は結構サブタイトルで今回選んでる感じがあります。あ、もうそれでいくともうぴったりな感じで、いいですね、はい、以上でございます、うん、はい、ありがとうございます、はい、僕次なんですけど、まあ、ガラッと変わりますけど、これはちょっとまあ個人的に聞いてたやつなんで、はい、こちらです。はい、
はい、聞いていただきましたけども、はい、これはもうチャックさんも自分ももう懐かしい音楽だと思うんですけど、夏メロでした、ね。はい、夏メロで、モンドグロッソの、はい、インビジブルマンっていうメロイエロミックスなんですけど、うん、まあもうこれは個人的に、うん、10代の後半も20代手前だったんですけど、もうこのモンドグロッソとかがめちゃくちゃ流行ってて、いわゆるアシッドジャズ、モンドグロッソとか、さっき言いました、まあ、外国だったらインコグニートとか、はい、ソウルツーソウルとかも出てたのかな、わからんけど、あとはマンデイ・ミチル、まあその辺がね、京都ジャズマッシブとかで、ジャズとクラブサウンドみたいな、まあそうですね、ところの融合がすごくあって、そうですね。まあやっぱりジャイルズの下りがとても大きいと思うんですけど、そうだね、うんうんうん、ジャイルズ、うん、この時に自分またジャミロクアイとかも知って、うんうん、なんておしゃれなサウンドだと思ってこれ聞くと今ちょっともうなんかこっぱずかしいんですけどなんかこう背伸びしてた自分が思い出されて、うん、すごくちょっとこう、うん、なんかこそばゆい感じになるんですけど、うん、まあ、センチもね、うん、そうそう、面白かったですからね、うん、アシッドジャズのムーブメントは、はい、うん、結構やっぱこういう音楽が先端でしたよね、うん、まあそうですね、あの時は結構、うんうん、だそこから、まあ、その後ちょっとフリーソウル的なものに流れていったりっていうのがあったと思うんですけど、あ、そうです、うん、だから90年代このアルバム94年なんで、はいはいはい、1994年だから、まあ、そのぐらいですよね、うん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 、ヒップホップとかでもなんかジャズっぽい要素が入ってきたりとか、めちゃくちゃその時って、うん、なんか、はい、ジャジーなやつがもてはやされてたような気がする。そうですね、うん、でめっちゃ懐かしいね、うん、だから懐かしくてかけようか迷ったんですよ、もう、うんうん、ただだからさっきも話したけど、なんか今のあの今売れてるあのサチモスとか、その辺の人たちもなんかインタビューで見たら、なんかジャミロクアイとかにすごく影響を受けてるとかって言ってて、意外と今の子たちがこの曲聴くと、すんなりなんかスッて入ってくるのかなって思ったり、自分は今まだちょっと、本当、夏メロって感じで、ちょっと冷静に聴けない感じっていうか、今の感じで聴けないみたいなところはあるんですけど。下手は言いますけど。そう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 、うん、それよりはさっきまだチャックさんがかけたあの80年代初頭の方たちの方がなんかすんなり聞けるって感じがするんだけど、確かに正直ちょっとこそばゆい感じはしますけどね。でも、いやいや、はい、素晴らしい曲で、久しぶりに聞きましたので、はい、いやでもかっこいいなと思って、うんうん、はい、そんな感じです。影響力はすごかったです。すごかったですよね、はい、最近またモンドグロス、満島ひかりってあのね、女優の満島ひかりと一緒に作った曲がすごく、あの、うんうんうん、YouTube なんかでも流れてるけど、うんうん、まあね、うん、フォルダー5の満島さんですよね、元々、うんうん、そうですね、ダンスがすごくかっこよかったんで、うんうんうん、ぜひちょっとラビリンスって曲だったかな、うんうんうん、チェックしてみてください。結構かっこいいですよ、はい、ってな感じですかね。なるほど、はい、ちょっと、はい、青春な音楽でした。わかりましたそっか、青春、ね、じゃあ僕の青春いきましょうかね、はい、
はい、聞いていただきました。はいはい、かっこいい。もうオールドスクールでございます、うん、ザ・オールドスクールって感じですね、まあ、僕の、まあ、青春の中の一つと言いますか、今のは、まあ、あのキングオブザビーツという曲でございまして、はい、マントロニクのものでございますね、まあすごい有名なんですけども、かっこいいですよね、まあ、80年代やっぱ、うん、あのすごいあのなんかヒップホップのね礎を作ってる一人といいますか、うん、まあ、アメリカのもちろんアーティストなんですけども、はい、あのカーティス・カリーム と、うん、トゥレ・エンブデンっていう、うん、MCT っていう人なんですけど、うん、まあ、この2人ともちょっと面白いんですけどね、全然違う、はい、あのなんだっけ、ジャマイカ生まれの、はいはいはい、カナダ育ちと、うん、ハイチ生まれの、ブルックリン育ち。あ、結構ごっちゃな感じなんですね。そうそうそう、すごいごっちゃな感じだから、うん、またこういうビートも生まれるのかなっていうのもあるし、うん、まあでもあのこの MCT の方とかはあれなんですよね、うん、この時この2人が出会ってるのももう16歳とか、はいはいはい、もうそのぐらいの時ね、バリバリのティーンネージャーの時で、そうそうそう、うん、であのカーディス・カリームとかはだからもう TR-606 とか、まあ、うん、ローランドの往年 の、 あのリズムマシンがあるんですけども、はいはいはい、それとあとベースの、はい、あの TB303、 そういうのが出た時期と重なってんのか、そうそうそう、もうめっちゃそれが出た時に、うん、まあ、もうカーティスの方が、うん、やっぱりね、うん、もう変態で、うんうんうん、そういうもうビートマニア的なところで、うんうんうん、あのやっぱそれでトントンとこうあの2人で一緒になってこうなんていうんですか、まあ、あのデビューまで行ってるんですけどね、はいはい、まあ、うんうん、自分、まあ、これを自分のまあ青春というか、うん、まあ、あの中学校3年ぐらいだったと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと自分ね小6ぐらいの時からちょっとブレイクダンスちょっと始めたりして、はいはい、まあ、で中学校上がると、うん、あの中庭で、うん、あのブレイクダンスを踊る先輩とかもいたりして、ダンボールとか引いてから、そうそうそう、あのヘルメットかぶって頭で回ったりとか、そうそうそう、まあ、文句してたりいろいろそういうのもいたんで、あ、ヘルメットさすがにそこまでアクロバティックなのはまだなかったんですよね、うん、そんな、はいはい、ああ、ブレイクダンス自体に、うん、なかった、ね、今アクロバティックが半端ないですけど、今めっちゃ進化してますよね、あそこも、もうほぼもう気違いかなっていうぐらい、気違いですよね、うん、変態ですよね、うん、だまあやっぱりでもやっぱりこういうのが生まれたからこそっていうのもあるし、うん、だからあのまあこの方たちのやっぱり存在はすごい大きい、マントロニクあの、うん、がっつりラップとか入ってないですよね、あ、全然あるよ、ね、あ、ある、うん、なんかあの、あ、自分が聞いたあの、うん、最初のむしろこういうのが少ない、そっかそっか、うん、あ、なんかエレクトロで、うん、が入ってて、うんうんうん、なんかわりかしこう合いの手みたいな感じで入ってくる、ああ、ネタ的に入ってくるイメージが自分は強かったんだけど、あ、なるほど、うん、一応でも全然あの確かに曲の、うん、そうですね、でも歌は全然もう、でもしかしたらあれかも、はい、後々またマントロニックあのあれ再評価みたいになった時に、あの辺の多分曲が、うん、あの紹介されてたのかなと思うんだけど、うんうん、だからね、だから自分、うん、本当今日ほとんどね、もうオールドスクール一色になっちゃって、青春でなんかもうこれしか思いつかない、ほぼブレイクダンスやってた時の、まあそれで10曲ぐらいこんななって、はい、うわーちょっとこれは重たいなと思ってちょっといろいろちょっと変更していったんですけど、あのまあとりあえずやっぱたまにこう聞くとテンション、ね、上がりますね、これは、うんうんうん、まあ、それでちょっとチョイスしました。オールドスクールってこうちょっと時折聞きたくなりますよ、うんうん、なんだろう、原点回帰じゃないけど、そうっすね、なんか聞いてまたテンション上がるみたいな、うん、まあ、いいですね、はい、そんな感じでした。はい、じゃあ次の曲ですかね、はい、次の曲はこれはまたもうちょっとあのへんてこへんてこ音楽なんですけど、はい、はい、こちらをお願いします。
はい、あ、すいません、ちょっと曲が遅れましたけども、はい、CM 前の曲ですね、はい、すごいインパクトなんですけど、そうですね、ザ・シャックスというアメリカのバンドで、うん、その方たちのスイートシングっていう、はい、あの曲なんですけど、もう何と言っていいかっていう感じなんですけど、本当です、まあ、彼女たちの人生が青春、なんだろう、彼女たちの青春がこんな特殊な感じで、うん、この、うん、特殊な感じだなと思ったんですけど、まずあれ、このバンドの結成の成り行きっていうのが、うん、お父さんが、あの1969年に、うん、あのお父さんが、うん、自分の、お母さん、その子たちからしたら女性3人組のグループなんですけど、そのおばあちゃんかな、おばあちゃんがなんかね、予言があったらしいんですよ、3つの予言で、1つはいちご色の金髪の女性と結婚すること、うん、で、2人の息子ができる、これ当たってたらしいんですよ、うん、でもう1つが自分の孫、この3姉妹がポップスターになるみたいな予言をやってて、うんうん、でこのおばあちゃんが亡くなった後に、うん、お父さんが自分の娘を、うん、もう全くの素人、うん、全くの素人の3姉妹を集めて、うん、なんか練習させて、楽器持たせて、うん、練習させてパブとかで歌わして、それで自主制作で作ったアルバムがこれなんですよ。なるほどね。だから、うん、なんだろうな、もうこの子たちがやりたくてやってるわけじゃないんですよ、まずお父さんがおばあちゃんの予言をもとに、うん、作ったバンドで、うん、で、面白い話ですね、はい、でできて、で、はい、このお父さんが亡くなった後に、うん、彼女たちはもうすぐこのザ・シャグス、うん、解散するんですけど、うん、その結成しても全然このあれ、もちろん話題にもならず、うんうん、もう地下に埋まってたんですけど、うん、それを誰だったかな、誰か有名なそのプロデューサーが見つけて、はいはい、やばいとなって、うん、その10年後ぐらいに、うん、このアルバムができたら10年後ぐらいに爆発的に売れたっていう、うん、ところで、おばあちゃんの予言当たったっていうところなんですけど、うんうん、何よりも自由ですからね、特に音楽作ってる人とか聞いたらびっくりするんじゃないかなっていうぐらいの作品ですよね、うん、でもすごい面白いですねこれ、うん、でなんかこうなんだろう、外れてると思ったら、さっき着先に外れ、音がもう外れまくってんのに合ってきたりとか、うん、なんかもう変なこうサイケデリックな浮遊感みたいなところもあるし、うんね、サイケな感じですねサイケロックって感じだよね、うんうんうん、で自由な感じ、そうそう、だから、うん、ラリってないラリってない感じそうそう天然でね、うん、天然でこれをもうまずレコードにしたっていうのも本当にすごいと思うんですけど、うんうんうん、何よりもまた驚くのが、まあ、再結成するらしいんですよ、うん、なんかバイスだったかな、なんかそのサイトで見たんですけど、うん、今なんかフェスかなんかに出るみたいで、それね、多分その時だけかもしれないですけど、うん、ザ・シャックス再結成って言っても、うん、まさかのみたいな感じでニュースになってたんですけど、これで上手くなってたら嫌っすね、そうそうね、それが一番嫌だよね、一番聞きたくないよね、これが面白いのに、ただこの演奏できるのかなっていうのもあるし、ね、そうだね、難しいとこですよね、まあ、できるんじゃない、うん、前にこの番組でもいろいろストレンジ音楽とかって何回か特集してるけど、うん、まあ、そういったアウトサイダーミュージックみたいなところのもう代表選手っていう感じですね、うんうんうん、もうそれの元祖って感じで言われてる、うん、ザ・シャックスでした、はい、はい、そんな感じです、はい、いや、ちょっと歪ましちゃいましたけど、いい、はい、ちょっとまた押してきてる感じなので、ちょっとベタですけど僕はこれで弾きます。
はい、聞いていただきました。はい、気持ちよかったですね。もうなんかさっきの曲の段差がすごいんですけどもすごい段差の階段が本当バラバラになりましたねはいはい、まあはい、まあ、大名曲でございますけども、うん、あのナット・キンコールの「トゥ・ヤング」っていう曲でございました。いい声ですね。まあ、ですね、まあ、あの「アンフォゲットブル」ですかね、まああのまあ1951年のものですけども、うん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 、まああの何ていうのかな、基本的には僕の結構リアルに、うん、あの重ねた、ものになってまして、うん、今の。はい、また私青春が来るのではっていうところ、若すぎるってことですか。そうそうそう、まあ、内容としてはそのやっぱ恋のとかそういう、まあ、愛について語ってるわけなんですけども、はいはい、まあ、あの要約すると、まあ、人はあの若い、あ、愛することに、あ、年齢は関係ないよみたいなところでございます。やっぱ若さっていうのがなんか青春のキーワードですよね。そうですね、うん、だからまあ私もまあなかなかいい年してますけどなんかあのもうなかなかいい年なんですが、はい、あ、まあね、うん、そういう、トゥーヤングっていうこと、トゥーヤングそうそう、まあそれでまあちょっと、うん、まさに被ってしまったんでテーマとですね、うん、でもういいで、ね、ちょっと思い浮かんじゃったってことでもうこれ選んじゃったんですけど、ちょっとハッピーになりました、ね。まあ、これはちょっと今ね、内容に関してはちょっとターケーしか知らない話ですけども、はい、これラジオガンガン流れてますけどね、まあ、流れてますけどね、うん、まあ、あのこれぐらいですかね私が言いたいのは、まあ、これぐらいですか、ね、私が言いたいありがとうございます。まあ、ありがとうございます。なんかこう、綺麗になんか最後締めていただいて。そうですね。締めてはいないけど、まだ最後曲ありますけど。まあ、そうですね。はい。竹ちゃんの、はい、最後、そうですね。まあ、じゃあ、まずは流しましょうか。はい。はい、最後、こちらですね。はい。はい、今曲流れてますけども、はい、こちらはあの、フィッシュマンズ、はい。はい。フィッシュマンズのあの、まぁ、あ、ちょっと実験的な音楽なんですけど、あの、ロングシーズンっていうのの、うん、パート4ですね。はい。はい、まぁ、あ、この方たちもこう結構青春を駆け抜けた感じのバンドで、はい。はい、今、はい、いいですよね。めちゃくちゃ好きで。もうこれ、まあ、レコード持ってます。ああ、いいですよね。はい、だからフィッシュマンズもすごく聴いてたし、はい。結構いい。バンドだったなと思います。うんうんうん、はい、本当ですね。まあそんな感じで、今日は。そうですね。はい、青い春、はい、これにて終了なんですけど。はい。はい、まあそんな、あ、そうですね。はい。特に何もないですね。特にないですか。まあまあ、じゃあ終わりましょうか。まあ、とりあえず、まあ、この暑い夏、はい、まあ、また乗り切って、9月またお会いしましょう。そうですね。はい。はい、それでは、はい、また来月ということで。はい、ありがとうございました。はい、さようなら。